こんばんは、マーヤです。さあ本日もドゥームキャンペーンの方をやっていきたいと思います。今日はね、こちら、6つ目のマップですね。こちらのガディンガー死聖城地獄へやってまいりました。今日はねこちらのマップをやっていきたいと思います。さあ地獄へやってきたぞ。このね恐ろしく殺風景なこのマップなんですけれどもね、全体マップはこんな感じかな。まあそこそこ広いですけれどもね、まあやっていきましょう。でチャレンジの方がね、プライトルトークンを4個手に入れる。まあこれは探索すれば勝手にクリアしますね。であとこちらですね、足を払え、ヘルレーザーをグローリーキル、レッグスイープ、右足を攻撃で4体倒す。右足を狙ってグローリーキルを決めていくというね、ヘルレーザー、ちょっと見てみましょう。こいつですね、このね、右手からビームを出すね、この遠距離スナイパーのような、そんなね、デーモンですね。ヘルレーザーは抜け目がなく、戦術性に優れた敵であり、ヘルエネルギーがそのまま使われた強力なビームで遠距離から敵を攻撃するというね。まあこんなやつですわ。興味ある人はまた全て読んでみてください。探索の方が、シークレットあと1つ。ここがね、クラシックマップですね。で、エリートガードが1つ、あと1つですね。これ取りこぼしてるんで、まあ、探索の方はこれをやっていきたいと思います。で、武器のマスタリーですね。今日は何やっていこうかな。スーパーショットガンね、これもまだ終わってないよね。これもやっていきましょう。これね、ガトリング砲。5秒以内にガトリング砲でキルを5回決める。なるほどね。まあ敵が密集してるところでね、このガトリング砲を使ったらいいんかな。それでぐちゃぐちゃぐちゃっと潰していきましょう。他ね、これはロケットランチャー。これもね、ちょっとやっていきたいな。これね、マッサリ。ロックオンバーストでサモナーを5体倒す。ロックオンして5体倒す。あとね、3体なんで、まあサモナーが出てきたらね、ロケットランチャーでやっていきましょう。でね、ここ地獄に来たんですよね。この地獄ではね、このね、バロン・オブ・ヘル。こいつがまた出てくるんですよね。バロン・オブ・ヘルはヘルナイトのデーモンたちの中で最も地位が高い。地獄を離れることは滅多になく、捕獲オペレーションでもバロン・オブ・ヘルは捕獲できていない。そのため修正や整理機能に関しては不明な点が多いというね。こいつがまたちょっと凶悪なんでね、注意していきたいと思います。かなりね、難易度が上がってきてるので、ちょっとね、死なないように。奴が来た。なんで死なないように慎重にやっていきたいと思います。行きましょう。 OK、 ここで門を開ける。でね、ちょっとこのね地獄なんですけどね、ここ結構ね、この景色とかが殺風景でね、マップもね、このなんか岩場、この岩場ばっかりで、あんまりね、ちょっとその探索するような場所がないんですよね。なのでまあこのマップはね、もうサクッとクリアしたいと思いますね。チャレンジだけね終わらして、行くぞ。サクッと行きましょう。このマップはね、もうこういうね岩場がずっと続いてるんでね、行きましょう。ここにね、下にいてるよ。これで潰していこうか。これでね、ピストルで遠距離スナイプするというね。ほらこれで倒せるよ。このピストルかなり強いね。よし、降りていくぞ。こっから、オッケー、倒した。よし、じゃあとりあえずね、ヘルレーザーを見つけてグローリーキルを決めていこう。音楽が変わったぞ。はい、ここに、だな、インプが、ヘルレーザー来ましたね。こいつですよ。あ、こいつ来たか。よっしゃー。あ、危ない。突進してくるなよ。ええよ、これね、ヘルレーザー。こいつの右足に視点を下ろしてグロリーキル。これですね。足を引っ掛けて上からどつきますというね。これ。これで1体ね。OK。これをね、4体ですよ。これをね、まずサクッと終わらせよう。よし、行くぞ。ここなぁ、インクな。あ、レブナントが来たな。上がってくるか？よっしゃ。オッケー、グレネードでボカンと、よっしゃ、よっしゃ、
ッケー。さあここに盾がある。うん、オッケーオッケー。でここでまあ今アーマーも体力もマックスやな。でここにね黄色の扉があるからね、黄色の骸骨を見つけに行く。よし。でここでちょっとね難易度がめっちゃ難しくなってるんでね、本当に油断したら速攻で死んじゃうんよ。なのでねちょっと今日はねガチでいきますね。あんまりね遊んでる暇ないんで、おとりあえずねヘルレーザーだけ見つけてチャレンジの方は終わらしたい。危な、よいしょ。ああ危な、危な。このねインプがかなり凶悪なんよねこいつ。攻撃力も地味に高いからね。よしヘルレーザー来たな。ああまた来たこいつ。やめなさいやめなさい。ああ危ない危ねえなあ。あーどうしようどうしようどうしよう。ちょっと待てよちょっと待てよ。あーマンキマスがやばいな。めっちゃいてる。マンキマスこっちにもいてる。どうしよう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 。フラググレネードでちょっと投げてみよう。よっしゃ顔を狙う。顔よし OK。 こいつこいつお前ほんまちょこまかちょこまかすんなこら。よっしゃもう一体マンキーも揃ったよね。あ、ヘルレーザーね、これ。あー、倒しちゃった。倒しちゃったなぁ。あぶね。マンキーも好きだよ。あぶね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 。おーっと。チャンス、チャンス、チャンス、チャンス。おーおーおー。死んでくれ。死んでくれ。頼む。死んでくれ。よっしゃ。あぶな。マジ危ないわ。よし。オッケー。あーここね。ああ登れんね登れんね登れんね。オッケー。あれ登れんね。こっちか。あれオッケー。よっしゃ終わりかな。うわーまだいてるこいつ。ちょっともういいぞいいぞいいぞ。もうこれでスタンズ。ああ2体出てきた。やばい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 ぞ。やーべえぞこのね機動性が。よっしゃ2体とも。はい OK か。どこか飛んでいったぞ。どこ行ったよ。 OKOKOK。 あーしんどい。これはしんどい。よしよし。じゃあねここで黄色のスカルを見つけてここにね青の扉がある。ここは別途また青のスカルが必要なんですよね。よし、とりあえず弾薬補充だけして、ちょっとね、チェーンソーもガンガン使っていかないとダメね。ここですよ。ここで、あそこの扉が開いたね。よし。取りに行くぞ。これよ、これよ。イエロースカルゲット。オッケー。まあこういうね、なんちゅうか、もう岩場ばっかりなんでね、ここは。あんまりね、探索しがいがないんですよね。次のステージに向かうぞ。これね、スーパーショットガンのね、マスタリーを終わらしていこう。オッケー。で、ここに何かあるね。こっちか。ここね。第一期の戦い、影が周囲を覆い始める中で立ち上がった者がいた。地獄の炎で二度と這い上がれないほど魂を汚された彼は。これねちょっと長いんでね、もし興味ある人はね一時停止してこのねテキストだけ読んでみてください。行きましょう。こっからよ。ここガトリンクでね5秒以内に5体倒すというね。まとまって来てくれたらいいんやけどね。このガトリング強いよ、これ。こんな感じでね。弾があんまないよね。なので、ちょっとね、チェーンソーで、弾を補充したいな。インプがややこしいよ。よっしゃ。
さあどんどん来いよ。ヘルレーザーいけるね。あ、危ない危ない。あ、サモナー来たな。ということはロケランで倒すぞ。これね、ロックオンバーストで OK、 倒したか。よっしゃ、お前も。ああ、もう燃料ないわ。ああ、やべ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 、ちょっと待ってくれ。マジでやべ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 、これはやべ。うん、やべ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 、ちょっと待って。ああ、ちょっと待ってくれ。あかん、ほんとあかん。ああ、ちょっと待ってよ。焦ったあかんで。ああ、こいつね、こいつが厄介なんよ。うわー、あいつ、ちょっと、ああ、やべ。しゃ、ちょっと落ち着けよ。何体いてるこいつ。ヘルナイトめっちゃいてるね。数多すぎるよこれ。ほら、ちょっと待って、4体はちょっときついぞこれ。パッキンガンで倒そうか。これね、3発あるから、このパッキンガンで。よっしゃ、ほら全部倒したか。危なかった。ちょっと待てよダメですよもう。よし、なんとか全部倒したね。今のパッキンガン一発で全部倒してくれたね。よし、体力回復して弾丸補充しながらでね、どこに向かう。マーカーはこっちやな。で、ここでワープするポイント。 OK、 よっしゃ、行くぞ。ここにね、青のスカル発見。ここが開いたね。こっちからアクセスできるようになったんやな。で、青扉がここですね。開けるぞ。こう来て、ここを渡っていくわけやな。下に降りたらダメだよね、これ。ここを渡って、で、ここよ。で、ここにスイッチがある。OK。開いた。行きましょう。またね、いっぱい出てきそうやからね。あ、これね。ヘルレーザーね。OK。ヘルレーザーの右足、いかで。おいよー。OK。チャレンジ達成した。ここやな。ここになんか入るとこがあるね。ちょっとマップを見ようか。OK ね。よっしゃ。また音楽変わったよ。あ、ちょっとやばくねえか。あ、バロンオブヘル出てきたな。仲間内でやり合っとるな、こいつら。ちょっと見とこうか。ほら、喧嘩してますよ、これ。大丈夫か？恐ろしいな。こいつ、どうやって倒すかな。あー、こっち来た。こっち来た。OK。よっしゃー。いやなんとか OK。さあ、なんかいて、敵いてるかな。あ、まだインプがいてるな。よいしょ。 OK。 あー、サムナー来たか。ってことはサムナーをロケランで倒す。ロケランの弾15発か。 OK、 倒した。ここな。また出てきた。あー、ちょっと待てよ。パッキンガン、あ、パッキンガンねえわ。
よいしょ。オッケー。しゃあ、これは気持ちいいわ。これはめちゃめちゃ気持ちいいわ。もういいぞ、もういいぞ。ああ、ああ、もうやめてやめてやめて。こいつら、これいや。オッケー、オッケー。もういいよ、いいよ、いいよ、もう。オッケーかな。あ、ここにもまだいける。よっしゃ。おお。うわあ、どうしよう。どうしよう、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 ちょっと待てよ。ガジェット使おう。で、スタンさせて。よっしゃ。はい。くぅ。わあ、強えわ。スタンさせて。くぅ。ああ、嘘やん、何体出てくんのこれ。ちょっと待てよ。ああ、危ねえ。よっしゃ。死ねえ。もういい、もういいぞ。オッケー。ここやな。ここにね、通路があるでしょ、これ。ねえ。通路あるのに、ここ壁ってことは、ここがシークレットマップですよ。で、シークレットマップのレバーをまた探す旅やな。ここもね、ちょっとシークレットマップね、難解すぎてわからなかったんで、事前に調べました。でね、これ見てください、これ。膝に矢を受けた。わかります？これ。ベセスダネタですよ、これ。これこれこれ。膝に矢を受けちゃってねっていうね。素晴らしい。で、レバーがここにあるんですよね、これ。よいしょ、はい。よし。おや。オッケー。ここや、ここや。ほら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 、ほら、来た。来ましたよ、これ。オッケー、クラシックマップ、ドゥーム、絶望の沼。なんじゃ、こりゃ。はあ、はあはあははあ。ああ、一応ここ入れるけど、ちょっとね。お、開いた開いた開いた。あ、なんか武器あるね。あ、オッケー。ありがとう。こんな感じやね。よし、じゃあね、戻るぞ。クワッドダメージね、これ。あ、ここは、あ、ここが開いたんか。オッケーオッケー。よし、行くぞ。さあ。ちょっとね、チャレンジはプライドトークンを4個手に入れる。あと1個だけね、これを取れば OK で、シークレットは OK。 よし。おーっと、ここでガトリンク、ガトリンク、ガトリンク。これで5秒以内に倒したで、今。ちょっと見てみますね。ガトリンクね、ガトリンク、どれよ、これよ。あ、 OKOKOK、 よっしゃ。オッケー。連射速度が最大に達したときに弾丸の威力が増加する。オッケー。これでね、マスタリー解除ですよ。よっしゃ。あ、危ない危ない。危ねえよ。ここいてますね。これでいけるか？また喧嘩しとるな、こいつら。うん、ちょっとね、スナイプしよう。このアサルトライフルで。危ない。ここにレブナント。オーケー。ああ、すんごい飛んだぞ。すごいね。あんなエフェクトあるんか。よっしゃ。では、行くぞ。こっからね、飛んでいく。危ない。落ちたらあかんで、俺。落ちたらあかんで、俺。よいしょ。オッケー、よしよし。で、あ、また過去デーモンが。もういやいやいや、やめて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 。あ、弾がねえわ、どうしよう。オッケーオッケー、よしよしよし。死んで、オッケー、死んだね。こいつこいつこいつ。おいしょ、危ない危ない。で、こっち渡っていきましょう。おいしょよいしょ。ふう、
また来たな。ここはね、コンバットショットガンで、OK。27。で、こいつ、マンキュバスな。よしよし、ここでグローリー、グローリー、あー、無理。無理じゃ、無理じゃ、無理じゃ。OK。あばよ。おぉ。ここは結構コンバットが厳しいな。ここでね、もうスーパーショットガンで。ああ、無理か。行きたいな。おっしゃい、オッケー。さあ、ここになんかあるね。あ、またデーモンのおっさんの声やな。暗黒に染まり呪われた魂との戦いの中で彼はその武勇を示した。かっこいい声やね。セラフィムから恐るべき力とスピードを授けられた彼はその力で。さあ、またこれやり合ってるな。あー、どうしよう。行きますか。よっしゃ、あともうちょい。あ、これでね、マスターに解除できるぞ。オッケー、チャレンジ達成。ね、スーパーショットガンのマスタリー解除した。2発撃てるんよ。ああ、これね。リロード2発撃ってるんですよね。2発撃ってリロード。こんな感じでね。これはね、かなり強い。あ、これね、これ。オッケー、これで。よっしゃ。ありがとう。ありがとう。さあ、これでちょっと見ましょう。チャレンジね。OK。これでチャレンジはすべて OK。で、探索も OK。よし、あとは最終決戦に備えるだけやぞ。ほら、こんだけ弾薬があるってことはね、もうこれはもう最終決戦に備えろってことですよ、これ。ここめっちゃ難しいんでね。行きたいと思います。ファッキンガンの弾はねえな。でここにクワッドダメージがあるんで、タイミング見計らって使うと。で、チェーンソーのね、燃料は満タン。満タンじゃねえか。よし、行きましょう。まずね、このザコどもを、サクッとやっちゃおう。で、ね、こいつな。おお、強いな。スーパーショットがめちゃ強いな。よっしゃ。オッケー。で、おお、強い強い強い。これは強いわ。よっしゃ。あー、飛んでいった。ああ、飛んでいって爆発したぞ。すごいね。ああー、まだ。ああ、おお、え、あんな死に方するんや。すごいね。よっしゃ。やめやめ。ああ、ヘロレーザーいっぱい出てきたぞ。ここね、ちょっとガジェットで、あれ、クワッドダメージ取ろう。よっしゃ。オッケー。うわー、どんどん来いや、どんどん来いや。よっしゃ、クワッドダメージあるうちに、あー、来た、バロンオブヘル来たぞ、こいつ。あー、危ない危ない。よーしよしよし。うわー、オッケー、よっしゃ、倒した。オッケーオッケー、よしよしよ、いけるか。オッケー、いけた。あー、助かった。ここね、初めてやった時ね、何回やり直したかな。10回ぐらいやり直したよ。めちゃめちゃ難しかった。まあ2周目なんでね、だいぶ慣れとったからね、いけたわ。さあ、火星に戻ろうぜ。戻らせてくれ。もうこんな地獄嫌や。イエス、来た。あー、オッケーオッケーオッケー。さあ、これでね、100% コンプいけましたよ。ちょっとここはね、コンバットがかなりきつかった。で、また次のね、ステージもかなり難易度上がってくるでしょうね。はい、そんな感じでね、ドゥーム楽しんでおります。ということで、今日はこの辺で終了したいと思います。マヤでした。